こんにちは。最近ですね、 Google フォトに消しゴムマジックというツールが追加されました。これはね、写真に写り込んだ余計なものをね、消してくれるという優れものの機能でございます。今回はその Google フォトの消しゴムマジックをご紹介したいと思います。はい、じゃあ Google フォトを起動します。写真選びましょう。これにしましょう。はい、ようこそ侍ジャパン宮崎キャンプ2023の左上の方に、ライトがつくね、白いスタンドがありますね。この左上のやつ、それを消してみたいと思います。どうするかと言いますと、下の方に編集というメニューがあります。その編集タップします。はい、そうしますとなんかね、ダイナミック補正ビビットというね、候補が出てきてますけど、その候補って書いてるところ、切り抜き、そしてツール、このツールでございます。ぼかし、消しゴムマジック、空ってありますけど、あの消しゴムマジックの、右下に1という数字が書いてますね。これはね、あの利用できる方がね、限られてます。Google One のサブスクリプション有料会員しか、これ、利用することができないんですね。ですので使いたい方はね、Google One に、加入しないといけません。私はね、Google One に加入してますんで、この消しゴムマジックが、利用できます。はい、じゃこれタップします。はい、候補を検出していますってますね。消去するものを円で囲むか、ブラシでなぞってくださいってあるんで、ブラシでなぞっていきましょう。この左上の、白いスタンドの周りをずっとなぞります。なぞりました。あ、まだ少し残ってますね。これ一回、リセットして、もう一回やってみましょう。ずっとこれなぞります。あ、まだ残ってますね。すいません、なかなか難しいんですけど、これなぞります。ぐるっとなぞります。よし、はい、ほら、これで、完璧に消えました。すごいですね。はい、左上にあった、ライト電気のスタンドが、消えましたね。はい、これで、完了ボタンを押します。はい、そうしますとこれ、元の写真もありますから、元の写真とは別に、保存したいときにはこの右下の、コピーを保存、ここをタップします。はい、そうしますと保存しましたって出ますんで確認しましょうか。はい、ありますね。ここにほらこんな感じで出てます。左上の、白い電気のスタンドが、消えました。照明スタンドか、照明スタンドが、消えました。はい、ということで、消しゴムマジックすごいですね。これで写真を撮る楽しみがまたどんどん、増えていきそうな感じなんですけれど、その Google One っていうのはここにあるんですけれど、スマートフォンのバックアップ、アカウントのストレージ管理など、使ってくださいってあるんですけど、これね、 Google ドライブで利用できる容量とかをね、購入する、私は、100GB の、有料プランを使っているんですけれど、102ってあるんですけど、 2GB はね、なんかサービスで、もらったんですけどね、これストレージ、こんな風にも使ってますけどね、特典とかいろんな特典をね、利用することができますんでね、使ってみたいなって方はね、この、有料サブスクリプション、Google One をね、利用すると、先ほどのね、消しゴムマジックを、利用することができますんで、試してみてください。はい、ということで、今回は、Google フォトの消しゴムマジックについてご紹介しました。今回はこの件で失礼します。